車椅子収納装置、電動スライド式、35kg タイプ。車椅子収納装置の操作方法を説明します。安全で平坦な場所にエンジンをかけた状態で車両を停止させます。パーキングブレーキをかけ、シフトレバーを P の位置にします。バックドアを全開にします。操作スイッチの上を押し続け、車椅子収納装置を一番右までスライドさせます。作動が停止したら黄色マークが見えていることを確認します。操作ハンドルを持ち、止まるまで車外に回転させます。操作スイッチの下を押し続け、車椅子収納装置を車外に出します。車椅子収納装置の動きが停止したら、スイッチから指を離します。ベルト確認用窓から黄色ベルトが見えたら、それ以上スイッチを押さないでください。折りたたんだ車椅子のブレーキを解除して垂直にし、収納装置に押し当てます。キャスター固定ガイドを引き上げ、車椅子のブレーキをかけます。操作スイッチの上を押し続け、車椅子収納装置を車内に収納します。作動が停止したら黄色マークが見えていることを確認します。操作ハンドルを持ち、止まるまで車内に回転させます。操作スイッチの下を押し続け、車椅子収納装置をストッパー下側の黄色のマークに当たるまでスライドさせます。固定装置のベルトで固定し、バックドアを閉めます。車椅子の取り出し方を説明します。車椅子収納装置固定ベルトのフックを取り外し、操作スイッチの上を押し続け、車椅子収納装置が自動停止するまでスライドさせ、収納装置を車外に回転させます。操作スイッチの下を押し続け、車椅子収納装置を車外に出します。車輪が地面についたら、操作スイッチから指を離します。車椅子を支えながら、キャスター固定ガイドのストラップを引き、キャスター固定ガイドを下げます。ブレーキを解除し、車椅子を取り外します。車椅子を乗せないで走行する場合は、車椅子収納装置をストッパー上側の黄色のマークに当たるまでスライドさせます。収納可能な車椅子の目安はご覧の通りです。